弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は任せとき弁護士の力すべての町にすべての人に大阪弁護士会がお送りします。皆さんこんばんは M. B. S. アナウンサーの西村あさこです。今日は大阪弁護士会松井よしこ弁護士にお話を伺います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いいます松井さんの名刺をいただいたときに。 お名前の下に弁護士税理士と書いてあったんですよ。これは え両方取られたということですか。あいやそういうわけではなくてあの弁護士資格を持ってたら税理士登録できるんですね。<ー>それで弁護士業をしてた中で、ええ、ちょっと税理士登録をした方があの業務上いろいろ幅が広がるなと思って税理士登録しているという趣旨です。あそうなんですか。なんかこう税理士と聞くと数字に強いっていうイメージがあるんですけどもともと数学が得意だったとか。 いあの数学が得意なわけではないんですけれどもあの数字のこう流れとかこのピタッと合う感じとかが好きでピタッと合うってどういうことですかあ、えっと、例えば、エクセルとか使ってて一円合わないとかっていうような時に<え>な,なぜ合わないんだろうっていっていろいろいじったりするじゃないですか、はいええ、でその中であこれが抜けてたっていうのが分かったっピタッと合った時の感覚快感覚です。しゃ そ揃ったっていうのが快感なわけですかそれは数字に強いっていうことですよ松井玲さん <laughs> それで今その弁護士の業務としてもちょっと税務に関わることもされているという,う、ねはい、ことなんですね、はい、あの国税不服審判官というこのご経験もあると聞いたんですけれども私ちょっと不勉強で知らなくてどういうお仕事なんですか そうですあの税務調査とかを受けられる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、その時あの税務署と見解が食い違ったりするじゃないですかこれは経費なのか経費じゃないのかとか税務署から指摘を受けて納得がいったらすいません税金少なすぎましたって言って修正申告を出すんですね、はい、で納めるんですけれどもあの税務署の指摘に納得いかない 時ってやっぱりあるじゃないですかうん、うん、見解の相違とか、はい、でそういう時は修正申告出しませんって言ったら、うん、あのまあ税務署の方はじゃあもうこちらで勝手に課税処分しますって言って処分っていうものをするんですね、うん、勝手にもう処分,処分決めちゃうんですねでねそれが法的効力を持っちゃうんですよ、はい、でそれに対して争う道がないと悔しいじゃないですか、ええええ、納得いかないですそうでよねでそういう時普通はだいたい裁判をしますということになるんですけどもあの課税処分の場合はいきなり裁判 できなないっていうシステムになっててましてあの裁判へ行く前にまず税務署とはまた違う、うん、あの行政の機関で審理してください取り消してくださいっていう手続きをしなきゃいけないということになってるんですね。<ー>で私はその最終的な行政チェックの機関が国税不服審判所っていうところになるんですけどもそこであの処分が適法だったのかどうかっていうところを審理する仕事をしてました。 納税者の言い分と<ー>あの課税処分をした税務署長の方の言い分とどちらが、うん、あの事実なのかというところをあの法に照らして判断してやっぱり間違ってましたよねということだったらあのその課税処分を取り消すすす権限があるんんででそうなやっぱり法に照らさないといけないから<あ>それはやっぱり弁護士の。 資格がないとできないお仕事ですよね。あ、いやそれがそうじゃないないそうなんですか。すごいあのほんの十数年前までは、あの税務省とか国税局からの職員の人が出向みたいな形でずっとやってたんですね。で、そうだつうともともとつい去年まではあの過税処分をしてた側にいた人がそうです審査審理するので。だったらちょっと立場的にはえ稼ぎによってんじゃないのって思っちゃう。そうそうなんです。で、それであの世の中からあのやっぱりおかし っていう声が上がってで十数年前に、はい、あのそういう審理をする担当する審判官については税務署の職員たちだけじゃなくって税理士さんであったり、えー、弁護士であったりあと公認会計士さんとか、はい、あの大学の先生とかが任期付き公務員という形で、えー、3年の任期であの審理の業務に携わるっていう形になって。 あの公平性と透明性が確保されてますっていう形に組織がちょっと変わったっていうその時に私はあの採用されて。うんうん えそれこそ弁護士でその国税副審判官を担当すすする方って多いんででかそうですね私が2年目だったんですけど 1>,、うん、1年目の時はあの民間から15人採用されて弁護士2人だけだったんですけれども今も民間からは年間15名程度ということになってるんですけど弁護士どんどん増えて。 まして、ええ、今もう多分7、8名ぐらい半分は弁護士が採用されて仕事に当たってるはずですなんかでも今ねその見解の相違っておっしゃいましたよね例えばこの経費はい、はい、このご飯食べたものとか旅行行ったものこれは経費だっていう考えといやいやそうじゃないだろうっていうので,あうで、ね、まう、あ そこで争いになるわけですよねそ。そうですね。まさにそういうケースが多いかと思います。えー、具体的に何かあこんなこともあったよって覚えてらっしゃることあります？そうですね。あの、うん、有名な裁判例なんですけども、弁護士が支払って経費として申告したものが経費になるのかならないのかっていうので税務署とすごい争いになって。 だから弁護士側としては、これは経費だと思っているわけ。あの弁護士の仕事で必要だった経費なんだということで、申告したんですけれども。税務署の方は、いや、それは関係ないっていうので。争いになったケースがありまして。え弁護士がどういったもの経費だと言ったんですか。そうですね。あの弁護士の収入って言った、まあ、普通に代理人して、収入得たやつに対する経費じゃないですか。弁護で、それとは違って、あの弁護士会。 の仕事も弁護士ってしてしるんですね例えばその弁護士会で、まあ、役員とかいろんな方がいらっしゃるんですけど、はい、業務に携わっている方でそういうところであ後の,の懇親会とかってやっぱりあるじゃないですかそういう懇親会の費用が弁護士の経費なのかどうかっていうところで税務署とすごく見解が異なって争われたケースがありました。 で弁護士会の中でもそのいろんな理事者というか役員の方がいらっしゃってまあそういうので集まった後の懇親会の経費がどうなのかというところでえと税務省の方はそんなの弁護士の収入と関係ないじゃないかと勝手に懇親会やってるだけじゃないかというので経費申告したんですけど経費として否認で処分をされたんですねで弁護士の方はいやこれは弁護士に必要な弁護士業務に必要な経費なんだということで争って。 ったあそうなんですよ、ね、審判所経て審判所も認めなくって裁判まで行って、うん、で地,裁地方裁判所レベルではいや関係ないよねって言って経費性を否認,否認するという言い方するんですけど<え>経費じゃないっていうふうに判決出たんですけども、はい、争ってあの東京高裁はいやそういう弁護士会の役員とかとして出た。 懇親会の費用は経費になりますっていうので認めたんですね。<ー>で、それはなぜなのかっていうと、やっぱり弁護士って強制加入団体なんですね。で、弁護士会っていうところに登録してないと業務できなく。ないね、はい。で、弁護士会としての組織を維持しようと思ったら、やっぱり。 組織を携わる人たちがそうです,ですよねそうですよ。でそういう人たちの集まりでの懇親会は弁護士の事業と無関係ではない必要な経費だっていうところで認められた判決があります。 ものすすごい争い争ですね弁護士がこれは経費だって訴えていやいや税務署側としていやいやは経だって,ってかだから経費として認められるかどうかっていうのはその業務との実態で必要性をどう考えるかっていうところなので、はい、やっぱり、まあ、あの調査を受けても見解が異なる時っていうのはやっぱり 出てくるとは思います。<ー>はい、その調査っていうのは税務調査っていうことですか。はいはい、私税務調査っていうのがどういうもんか全然わからなくて<あ>どういうもんなんですか。そうですあの基本確定申告とかされて 出るるるとその情報が全部国税局に集まるんでですすよね、はい、であのデータ分析をししててておかかなな数値って出てくるじゃないですか例えば同じラーメン屋さんだったらラーメン屋さんの中でここだけ妙にあの経費が大きいだとか、うん、ででそういうのでちょっとここは架空経費があるんじゃないかなとかっていうので、うん、帳簿見せてくださいだとかっていうので実地の調査っていうんですけど税務署の職員さんが。 人突然来るんですかあ基本あの事前に通知しなきゃいけないというふうになってるんですけれども、えー、通知の後で帳簿見せてくださいとか言ってきたりして、えー、であの経費で落ちてるやつも領収書とかを実,実物をチェックして、うん、でこれこの人実在するんですかとか、うん、ちょっと金額不,不相当に大きくないですかとかっていうので裏を調査していくっていう。 行ったことはあるんですかは。はい、あの調査に立ち会いとかもしたことはあります。<あ>はい。その場合はその、はい、まあお店の人と税務所から来た人だけじゃなくて、そこに弁さんが立ち会うこともできるんですか。できます。はい。<あ>で、そうだいたいもちろんあの申告担当した税理士さんもいらっしゃるんですけれども、はい、争いになりそうな時だとかですね、刑事事件とかだったらあの捜査で取り調べとかで弁護士立ち会いできないって今言われてるんですけれども。 あの税務調査はあの税理士さんも立ち会いできますし、うん、弁護士もあの税理士登録をしてれば立ち会いできるので<ー>弁護士的な視点で税務署の人が言ってることがどうなのかっていうのでその場でちょっと反論したりだとかっていうのもできますしかっこいいでもそれはやっぱり税理士登録してないとできないんですかそうですね税理士登録してるかあの通知税理士っていって国税局の方に税理士業務しますっていう<え>通知を出しとかないと。 できないんですねで。それで私もちょっとどこでもそういうことできるようにって言うので、うん、税理士登録させていただいてるっていう。そうなんですか。全然知らない世界をちょっと覗き見るようです。ごく楽しい時間だったんですが、是非来週はあの松井弁才のプライベートなところも、ちょっといろいろ伺ってまいろうかなと思います。今週はですね。松井弁才にいろいろ税務のこと、そして国税不服審判官のご経験についてもいろいろ伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。 ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会では2月10日土曜日に大阪人権フェスタを開催します。今年は一人一人の違いを大切にしようという多様性をテーマにさまざまな企画を用意しています。コメディアンデー俳優の清水博さんによるスタンダップコメディーや 元シャンシャン台風の白崎恵美さんや吉本雄作さんのコンサートのほか映画プリズンサークル私たちは人間だ破壊という3本の映画を上映しますコンサートも映画も参加費は無料です人権賞受賞式では今年度の受賞者を発表します 人権賞受賞者と候補者の方々の活動をご紹介し市民の方々との出会いと交流の場を設けます他にも講演会、出展ブース、寸劇もありさらにクイズ、スタンプラリー、ボッチャなどの参加型イベントもあります大阪弁護士会のマスコットキャラクターリーガ流のダンスや餅つき、食べ物屋台、バザーなど お子様から大人までみんなが楽しめるイベントですクイズやスタンプラリーでは景品も用意しています参加費は無料です詳しくは大阪弁護士会のホームページをご覧ください以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや街頭インタビューで弁さんのイメージ弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしています あなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧くださいそれではまた来週大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は任せとき弁護士の力すべての町にすべての人に大阪弁護士会がお送りしました